おはようございます。はい、社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しておりますコラボズの江川です。今日は2月の25日、天気は快晴です、ね。しかし朝の宝塚市の気温マイナス2度と非常に冷え込みました。2月も後半ということで、徐々に春になってきております。暖かい日が増えたり、またこうやって冷え込む日が増えたりとかですね。体調管理、くれぐれも気をつけてくださいね。今ね、体調を崩すと、なんかもう気軽にしちゃいけないですよね、病院にね。もうコロナの関係もありますので、一番いいのが、やっぱりもう体調管理、これに尽きると思いますので、しっかりとケアしてください。ということで今日一発目の動画は、朝宝塚市はマイナス2度だったっていうねこんなタイムない動画からスタートしていきます。レッツ動画。